一回まず乾いた手でいいんで、まず粘土の感触をあるあともらいたいんで、まず粘土の上の方を軽くこう包み込んでみてください。力入れなくていいんで、触れてるような感じで包み込んでもらって。あとサメ入れとこうか。感触わかりました。ペタッとくっつけてですね。そんな感じです。で次は手濡らして、しっかり濡らしてもらって、ベチャッと濡らしてもらって、手のひらまで全部濡らしてもらって、で今みたいにちょっとやりましょうか。あとカットするで片手前後してるんです。そうですね、全然違いますよね。よく滑りますよね。でまた水なくなってくると、あ、もう話していたんで、水なくなってくるとまた引っかかり出しますので、今日も水使いながらうまいこと滑らせながらやってくれる、力ずくで作るんやって。はい、じゃあもうちょっと粘土乾いてるんで、手のひらに水つけて、半分から上とこの鉄片をもうちょっと水をなじましたって、テカテカ光るぐらいちょっと水をなじましたって、馴染んだら何作るかちょっと頭を浮かべてください。茶碗作るとか、コップ作るとか、お皿作るとか。決まりました。茶碗にします。茶碗です。茶碗こだで茶碗か。茶碗ですね。茶碗でいきましょうか。じゃあまずですね、まずですね、軽く包み込んだ状態から引き手の親指を直角になります。爪の先から粘土の真ん中にぎゅーっとゆっくり真ん中に穴開けていく感じで立てて、で曲がったところまで行ったら、指圧じゃなくてしっかり立てて爪から入るような感じですね。爪から入るような、しっかり立てて爪から入るような感じ。曲がったところまで行ったらゆっくり抜いちゃいましょうか。で滑りが悪くなってきたらゆっくり手離してもらって水つけてください。広げない広げない広げない。まず真ん中に穴開けるだけで、はい、しっかり、それでいいんですよ。ちょっと待ってください。今待って、まずそこまでいったらそれでいいんです。広げないでください。広げるんじゃなくて親指1本分の径でいいんで、はい、はい、じゃ次はですね、もう少し深く入れます。大体深さが第一と第二の間ぐらいまで、今度は指濡らしてもらって、また立ててもらって、ずーっと今度はもうまっすぐにした状態で、まっすぐ立っちゃってください。まっすぐ立てて、真似てなくて親指も伸ばしちゃってです。伸ばしてまっすぐ上にずっとこう、ずっと立ってこう、そうですね、深く深く入れてってください。第一関節と第二関節の間ぐらいまでずっと深くまっすぐ、下へ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 。じゃあ次の段階いきます。次はですね、今穴開けて引っ張っただけなんで、なんていうのかな、ここの厚みがありますよね。今度はここを薄くする作業が入ります。で、この壁面を薄くして、それが綺麗なものができたら、初めて茶碗の形に変えていくので、まず厚みを整えるっていうことだけ覚えておいてください。はい、で、やり方としては、左利きでよかったね。あ、右利きでよかったね。そうですね。右利きの場合は、とりあえず6時から7時ですね。この間に、自分の好きな位置見つけてもらって、やりやすい位置もらって、中に3本入れてもらって、外から上に、で挟む力なんですけど、挟む力なんですけど、大体アリンコを捕まえるぐらいとか、切った時のお豆腐を小さいやつを拾うぐらいの、自分で力を入れるというか、もう触ってる感覚に等しいです。そのぐらいの力でこう、力をかけるんですけど、で反対側が親指と作品を支えるような感じ。どっちかっていうと作品よりは手を支えてあげる。これこっちがまず下げて、しっかりこうですね。まあ、最初は動きを慣らして、力でなくていいんで、動きを慣らしちゃってみてください。はい、オッケー、行きましょうか。そうですね、触っててもいいんで、触っててもいいんで、そうですね、そんな感じで下から上へって感じで、一方通行で下から上へ下から上へ作業しましょうか。で分かってきたら、こう軽くちょっとずつ力入れながら薄くしていってください。それ指先に厚み感じながらちょっとやってみましょう。今日は何ですか？いいですね。作っちゃうじゃん。分けなくていいんで、うまいことを水使って滑らせながら、あまりこう摩擦かけるとよれてきますんで、よれそうかなと思ったらちょっと力を抜きながら、うまいことを出しながら、厚み的には3ミリぐらいを目標にしてください。自分だけ作った作品作れたら3ミリぐらいになる。来年まで時間私全体的に下の方、上の方も
ちょっと時間かけて日干しして、ひっくり返して、砲台掘って、いやいい作です。砲台掘って。